こんにちは、ヨガ講師の西島めぐみです。今回は椅子を使った優しいチェアヨガに挑戦していきたいと思います。デスクワークで縮こまりがちな上半身、胸や肩周りを中心にほぐしながら、終盤は、スタンディングでもおなじみのポーズに挑戦していきたいと思います。ではまず、呼吸を整えていきます。椅子に座ったら両足、揃えるかもしくは腰幅程度に広げて、両手は、楽にももの上、手のひら上でも下でもどちらでも構いません。軽く顎を引いて、すっと背筋を伸ばしたら外まぶたを閉じて、まずゆったり3呼吸していきます。鼻から大きく息を吸って、口から吐き出します。もう一度鼻から吸って、口から吐いて、ラストもう一呼吸。それではゆっくりとまぶたを開いて、両手を組んだら手のひらを下に向けて頭の上に乗せていきます。肘は楽にして、ここで、手でこう頭を使って円を描くような感じで首筋をほぐしていきます。ちょうどこの首と頭の境目のあたりを優しく揺らしていくようなイメージです。小さく優しい円を描きながら、キリのいいとこで反対回す。この手の力で頭を動かしていく感じ。はい、それでは真ん中に戻ったら、今度は手のひらを後頭部に添えていきます。肘を左右に開いて、吸う息で視線上を見て、胸や脇の下広げていきます。吐く息で頭を下に、肘を閉じて顔の前で引き合わせるように、首の後ろ側伸びていきます。吸って、胸と視線天井の方に向ける感じで、吐いて胸に顎が近づいていきます。ラスト吸って、肘を大きく左右に広げて、吐いて、頭を下に、肘を近づけていきます。次の吸う息で起き上がったら、両肘左右に開いて、このまま吐く息で体を右に倒していきます。と左の体側伸ばしながら、視線を左の肘に、吸って真ん中、吐いて左へ、今度視線を右の肘に向けて、右の体側伸ばしていきます。吸って真ん中、もう一度吐いて右へ、さっきよりもう一つ肘が高いところ、吸って真ん中、もう一度吐いて左へ、さっきよりもう一つ肘が上がっていきます。吸って真ん中、ラスト吐いて右へ、吸って真ん中に戻って、ラスト吐いて左へ、吸って真ん中に戻ったら吐く息で両手を下ろしていきます。そしたらこのまま両腕を下ろして、ブラブラっと腕を揺すっていきます。で、手首がブラブラ、このまま、肩甲骨で円を描くような感じで肩周り回していきます。ちょっと普段パソコンが多かったりデスクワークが多い方は固まりやすい部分です。キリのいいとこで反対回し、肩甲骨から大きく動いていきます。はい、そしたらこのまま右手を前に伸ばして、左手指先に添えていきます。
吐く息で指先を自分の方に引っ張りながら、腕の前面伸ばしていきます。ここで3呼吸、気持ちいいストレッチを感じながら、なるべく肩周りは楽に。もう一呼吸終わったら手をほどいて入れ替えていきましょう。今度左手を前に伸ばして、右手を指先に添えて、吐く息で指先自分の方に引っ張りながら腕の前面を伸ばしていきます。ゆったり呼吸しながら、このパソコン作業とか多いと意外と腕も疲れてます。凝りやすい部分なので、少しこうして筋肉をほぐしていきます。はい、そしたら手をほどいて、このまま、右の足首を左のももに乗せて膝を横に開きます。これでちょっと、手でポンポンポンと内ももを叩きながら、少し足の内側ほぐしていきます。ポンポンポンと叩いたり、ちょっとこう手でさすったりしても構いません。少し内もも、股関節のあたりからポンポンポンと刺激を入れて、はい、そしたら、今左足膝の下に足首が来ている状態、右膝を開いて両手をすねに置いて、一度骨盤と背骨をまっすぐ起こしていきます。鼻から吸って、ゆったり吐いて、もう一度鼻から吸って、ゆったり吐いて、ラストもう一呼吸。このまま体を前に倒して、腕を足の上に置いて、で右のお尻、ももの外側伸ばしていきます。ちょっとここまで倒れるのがしんどかったら、無理に肘をつかなくても構いません。で、骨盤、こう背骨はまっすぐまっすぐ伸ばしながら、なるべく胸と肩を広く、はい、それではゆっくりと起き上がって、このまま膝の下、親指を膝の下に添えて、ちょっとブラブラっと足を揺らしながら、と膝裏のツボのあたりを刺激していきます。はい、そしたらこのままもも裏に手を添えて、まっすぐ足を押し出します。親指の付け根とかかとを押し出しながら、この足の裏のラインを伸ばしていくイメージです。またなるべく骨盤と背骨はまっすぐ起こして、ゆったりもう一呼吸。はい、そしたら足を下ろして入れ替えていきましょう。今度は、左の足首、右のももに乗せて膝を横に開きます。手でまたポンポンポンとこう内ももを叩きながら、少し、足の内側のラインほぐしていきます。ポンポンポンと叩いたり、あとこう手でさすったりしながら、内転筋をほぐしていきます。はい、そしたら、ここでまた右足まっすぐ下ろして、左膝外に開いて、骨盤立てて背筋を伸ばします。軽く顎を引いて、ゆったり呼吸していきます。吸う息でお腹や腰を大きく広げるように、ゆったりと吐き切ります。最後腹筋も使いながら、しっかりと吐き切って、吸う息でお腹、腰、胸や背中も広がります。吐いてお腹が薄く、はい、それではこのまま両手をももの、すねの上に置いて、ゆっくり前傾していきます。また肘つくのがしんどければ伸ばしてても構いません。で、背骨は前に前に伸びながら、左の腰やお尻、ももの外側が少しずつ伸びていきます。ゆったりも一呼吸。
それではゆっくりと起き上がって、両足大きく開いていきましょう。両足大きく開いたら膝とつま先が今少し外側向いている状態です。吸う息で一度両手万歳、視線も上を向いていきます。吐く息で肘を真横に開いて手のひら正面カクタス。もう一度吸って上、吐いてぐっと胸を開きます。ラスト吸って吐いて軽く肩甲骨寄せて OK。 そしたら、このまま両手をももの上に置いて鼻から吸って吐く息で体を右にツイストしていきます。手で足をしながらぐーっとねじりを深めます。吸って真ん中、吐いて今度左へ、右手で足を押しながら少し肩を入れていく感じ。吸って真ん中、吐いて右へ、吸って真ん中、もう一度吐いて左へ、ぐーっと伸びていきます。吸って真ん中、ラスト吐いて右へ、肩を入れて左足を強く押して、吸って真ん中、ラスト吐いて左へ。で、真ん中に戻ったら一息吐いて、はい、そしたら、このまま左の膝とつま先が正面というかサイドというかで、右足後ろに伸ばしてつま先が正面か少し斜め前を見ていきます。ここから、吸い気で両手を左右に広げていきます。ウォーリアーツ、普段立位のポーズとしてもおなじみのポーズです。椅子を使って行うことで下半身の筋力が弱い人でも、安定してポーズを取ることができます。両足裏マットに床ですね、床について胸の中心から体を広げていきます。もう一呼吸終わったら左の手のひらを返して吸ってリバース、上体を後ろに倒していきます。右の、左の脇腹伸びていきます。吐いて前に、このまま肘を足について右手が耳の横で、視線右腕の下から天井を見上げていきます。サイドアングル、もう一呼吸終わったらゆっくりと起き上がって吐く息で下ろしていきます。入れ替えていきましょう。今度は右の膝とつま先を外に開いて左足後ろに伸ばしていきます。で、一度骨盤と背骨を起こしたら吸う息で両手を左右に開いて、この時上半身が前にこう流れないように下半身の真ん中に上体を置いていきます。視線が右手の先、次の吸う息で右の手のひらを返して吸ってリバースボーリア、上体を後ろに倒していきます。吐く息で前に倒れます。ももの上に肘、左手が耳の横、左の足裏で床を押しながらぐーっと指先に伸びを伝えていきます。次の吸う息で起き上がって吐く息で下ろしていきましょう。はい、それでは、両足を揃えて今度はガルダーサナ、ワシのポーズに挑戦していきます。右足を左足に乗せて、から右手、その上に左手を重ねて深くクロスしていきます。手のひら合わせるか、しんどければ手の甲でも大丈夫です。ここでぎゅーっと両腕を締め合いながら、またももも内側に引き寄せる感じで、ここでゆったり呼吸をしていきます。肩がこう縮こまりやすいので肩甲骨、肩はぐーっと下に引き下げて、吸う息を背中に広げていくイメージで、吐く息でまたおへそを背骨の方に引き込んで、お腹を薄く
もう一呼吸終わったらふわっと腕をほどいて、両足もほどいていきます。肩甲骨や肩周りにありと、効いてきます。今度は左足を右足に乗せて、またぐっと締め合います。左手その上に右手を重ねて深くクロス、手のひら合わせるか、しんどければ手の甲を合わせます。ここで手足をぐっと中心に引き寄せながら、肩甲骨肩は下に下に、ここでゆったり背中を広げるイメージで呼吸をしていきます。その静かな呼吸に意識を向けて、頭の中も休めていきます。もう一呼吸終わったらふわっと手をほどいて、足もほどいていきましょう。はい、それでは、最後もう一度椅子に座っていきます。少し背もたれにこう体を預けて、両手が楽にももの上、外まぶたを閉じて少し呼吸をしていきます。今のじんわりと緩んだ体を感じながら、一呼吸一呼吸ゆったりと体の内側に広げていきます。お休みしたい方はこのまま、好きなだけお休みしていてください。起き上がってくる人はゆっくりもう一呼吸終わったら、そっとまぶたを開いていきます。はい、いかがだったでしょうか。チェアヨガ、椅子を使ったヨガなんですけども、割と、上半身だけでなく下半身も動かしていくことができるので、オフィスや、自宅でちょっとお仕事の合間とか、あとは体力がなくて普通のヨガのクラス、マットの上でポーズをとるのはちょっとしんどいなっていう人にもおすすめです。このプログラムを気に入ってくれた方は、ぜひいいねや視聴者登録をお願いします。ではまた次のビデオでお会いしましょう。バイバイ。